船員とは船舶に乗り組んで会場で働く人々の総称。船乗りとも、古くは船方ともいった。インターナショナルチャンバーオブシッピングの情報によると、世界の国際的商船の船員は164万7500人に及ぶと推計されている。そのうちオフィサーは77万4000人。その他が87万3500人船員を、 供給している国のトップ後は中国、フィリピン、インドネシア、ロシア、ウクライナとなっている。なお、レーティングスの供給に関しては、フィリピンからが最大で、以下、中国、インドネシア、ロシア、ウクライナと続く。一方、オフィサー・オフィサーの供給元としては、中国が1位で、以下フィリピン、インド、インドネシア、ロシアと続く。 世界で必要とされている船員の数は、産業的に見て、154万5千人と推計されており、必要とされているオフィサーの数は79万500人、必要とされている部員の数は75万4500人。現状の需要と供給の対比をしてみると、オフィサーは1万6500人ほど足りておらず、部員の方は119000人ほど供給過剰である。 今後オフィサーの供給は全増していくと予測されているが、その増加量は今後の需要の増加に追いついていないと見られている。近海、内海で区別して外交船、近海船、内航船と分類されることがあるが、その場合にそれぞれに乗り込む船員が外交船員、近海船員、内航船員と分類されることがある。また、 船員のそれぞれの職務内容によって分類する方法もある。船長、航海士、看板員、機関長、機関士、機関員、通信士、調理員等々である。各職の位置づけは世界で概ね共通ではあるが、各国の法規によって微妙に異なる面もある。ざっくりとオフィサーオフィサー、クルークルーに分ける方法もある。日本の船員法では、船員とは、 日本船舶または日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び会員並びに予備船員を言う。会員とは船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対象として給料その他の報酬を支払われるものであり、予備船員とは日本船舶または日本船舶以外の国土交通省令で定める。 船舶に乗り組むため雇用されているもので船内で使用されていないものを言う。船員法で職員とは航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定める、その他の会員を言い、部員とは職員以外の会員を言う。船舶職員及び小型船舶操縦者法では、船舶職員とは船舶において船長の職務を行う。 物並びに公開し、機関長、階級として、会議士の免許を持った、船舶職員と、会議免許を持たない部員の大きく二つに分けられ、日本では、船員手帳に履歴として雇い入れ職名が記載される。その職務は次のようなものがある。なお、国際公開の船舶に乗り組む船員を、外交船員、国内航路の船舶に乗り組む船員を内航船員、漁船に乗り組む船員を、 漁船員という、船員の労働時間、休日、年次有給休,休暇等は、会場労働の特殊性から、労働基準法の規定の大部分が適用されず、別途船員法で定められている。また、医療保険制度についても、一般労働者の健康保険ではなく、船員の特殊事情を加味した船員保険に加入することとなる。船員が職務上死亡したときは、 船舶所有者は、死体なく、国土交通省令の定める遺族に、標準報酬の月額の36ヶ月分に、相当する額の遺族手当を支払わなければならない。船員が、職務上の負傷または疾病により死亡した時も、同様とする。日本の船員については、船員法も参照。第一船、船員、大辞輪、船員、ハット ABCDFGHX e。 グローバルサプライアンドデマンドフォーシーフェルヤーズ時ッ .com 船員足止め世界で約15万人長期公開後も家に戻れず新型コロナありがとうございます